はい、みんちゃん、ゲームイズナビオです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで、超究極ね、白ゼリフ使っていこうかなと思います、さすがに毒だけじゃ無理なんだ。はい、で反射バランスアジント WT がラックリジネ M と、AGB で、ゲージで、超アンチャープ、こちらもラックですね。で SS がフレーズ最初の敵に、暗黒爆エンジンを放つ20ターン友情コンボが全敵6メテオと防御ダウンブラストサブで持っております。まあアビリティが今回優秀なのか な、多分使いやすさで見るとね。あとまあ今回ちょっと連れてきてないですけど、クレパトとかとやっぱ相性がいいキャラになってるんで、ドッキリはね、連れてくればよかった。まあでもクレパトはもう自身でもあれできるんで、あれですけど、枠としては友情は十分か、こういうね、強くはないかもしれないけど、でも性能的に普通にいい性能をしてるとは思いますけどね、友情で火力がね、やっぱりどうしても出せないっていうのでね、採用はちょっと低くなってくる気がしなくもないですよね、やっぱりね。ただ SS は結構思ったほかやってくれてたんで、ただ自走があったらね、なお良かったんですけどね。結局そうね、止まっちゃいますね、触れた的なところで。でも降臨しては結構いいところダメージは出てたっていうあれですよね。もうちょいなんか範囲が出るかなと思ったけど、意外にオールマイトとかに慣れすぎちゃってると、オールマイトはもう SS 以外いいとこないですからね。それに比べてまあこのアビリティ持ってるとね、確かにね。まあ、ここ枠はそうね、枠がすげえ貴重だからな。そうなんですよね、このダブアビは光っていうのがあと思ったね。いけるところ多いからちょっと貯めていきたいな。であとリジネ M は運極で3000ですね、毎ターン回復、これが案外でかいんですよね。おそらく2体編成で毎ターン6000回復って相当ですよ、4体編成の時1万2000回復するってことでしょ。やばくない？それ全員チビイヤシとクエルついてたら、これはバカにならん。1万6000回復毎回するんでしょ。変なやつが超波取るより高いですからね、1万6000って多分。これはでも本当バカにならんよな、この回復量になると。あんまりリジェネ自体もなんかそれまで意識してそれで使おうとはならんけど、ならないですね。ここまで回復となるとちょっと良さげなとこはありますよね。貯めますか、ちょっと。 OK、 確かに。下いっぱい進めてくれ。先生が一応20ターン爆発は一応白い演出があるものにかかれば、そこね、あの周りに敵がいればダメージは入るんで、全体ではないけど。これ突き抜けちゃっていいか。ボス戦までにはたまりそうですね。アティアもたまるし、パターンだって。超ワンチャスもね、超ワンチャープもあるから、超 AGB はないかってけど、そう、超 AGB がまあ最近でも多発してるから、ね、まあちょうどいいのかなとは思うけどね。それを光でやっちゃったらやばいからね、やっぱり重力ワープはいいっすね。自走があったらなってのはやっぱ何回も思いますよね。ワンチャンラウドランバックとかにもなったんじゃないかなっていうのは。確かに SS、 これ確かにラウドラ多分使わないんよね。使わないですね。ラウドラ考えるなら SS、 これは多分持ってのほかになってくると思うんで、他のとこだったら強いと思うけどね。今回2体いるからね、アクロギアとね。だから降臨でああいうなんか幅広く使えるキャラが今回のコラボ2体増えたって考えるだけで普通にいいと思うんだけど、これは、なんかこっちの王道なとことあっちのブロックにも対応したとこがあるのは、両方あるから、すごいいい気がするけどね。今回で始めた人、最近始めた人も多いだろうし、しかもアクロノギアで白ゼレフいけちゃうからね。そう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 、アクロノギアで白ゼレフいけるのやばいよな。だから、まあ、今回は結構そういうところも考えてくれてるようなコラボではあったと。毎回どうしてもね、ちょっと降臨では難しいみたいな、超級に関してはね、そういうのが多いから、まあ、基本降臨ではね、やっぱりあんまいけないっていう感じではあったからな。これ左じゃ引いたら打っちゃっていいんじゃないですか。いや、
お、いきます。これも直でいい、刺しちゃった。普通に持ってくのかそれ。下のやつ今入るんだ、広いな。じゃあ自分も下は入らないと思ってた。今多分初段弱点じゃなかったですよね。初段の部分って結構入るのかな。一回当たんなかったかな今。当たったか。上がって。てか下入るんやな。あんまなんか。結構広いなやっぱ。これ割とこう、え、これ結構良くないか SS としては。まあ、使うか使わないか置いといて。確かに下は拾わんと思ってた今のは。あそこで打って。なんか使ってみた動画だともうちょい狭いのかなと思ってたけど。上やめてさせ。上させすな。マジか。打てないの多分。おっ、天才引き強すぎ。え、あ、クリティカルだ。え、でも衝撃でかいのかもしんないっすね。そのこれは、え、ゴンみたいな感じで入ってんのかな。クリティカル発動するんだ。ランドエセス発動しないんですよ。あ、だくっつく系結構はんん、ね、発動しないこと多いんだけど、こいつクリティカル出るんだ。まあ、別にそれがメリットとは言わんけど、あんな初動で引かねえだろ。理想火力400万ってことじゃ。うん、まあ、そっか。まあでもボス1で出たダメージがまんまだいたい理想ぐらいだったと思うんですよね、うん、あれが。まあそんなもんか。うん、カーンつって死んでたの受けんな、マジ。今のはびっくりした。それあんだけ頑張って調整したのにクリティカルで死ぬのかよ。いや珍しいですよね、こういうクリ触る系のやつでクリティカルとか出んの。なんかシールドの巻き込みランダーとかあったら出ることあったりしますけど、マジで珍しいですよね。衝撃だから出んだ、うん、じゃあ。なんかよくわかんない方がは判明しましたけど、うん、で今回このちょっとアンチワープね、あの超ワープの方が生かしきれてないので、超ワープがあったらここからさらにステータスも上がって、まあ、初動の部分だけは超ワープ乗ってくると思うんで、うん、そこが乗って殴りも強くなるもんね、乗ってくるのかな。うん、まあでも結構サポート系のキャラになってくるのかな、うん、こんだけ火力が出せて SS も強かったりしても、やっぱ友情で火力出せないってのは結構デメリットになることが多いから、本当に確かに。でもまあ、うん、枠運用幅広くやれるだろうね、うんうん、そっちの方でかな。高絶運枠とかあんま揃ってない人向けのですね、狙いになってくるのかなっていうのは、はい、鬼滅ドラちゃん、フェアリーテールとかで、もしくはそのちょっと前とかで始めた人で、まだ枠が充実してない人は幅広く連れていくって面でめちゃくちゃいいキャラにはなってると思うけど、だからまだ長く続けてる方であればあるほどちょっと他で代用できちゃうっていうのが出てきそうなキャラですよね。うん、まあ、あとはまあダウンブラストがもう毎回なんかの回のねサブ友情についたりとか持ってるやつが出てきたりしたら言ってるんですけど、まあパワー防御アップとかするねところが出てきたりすると、このダウンブラストで相手の防御アップを発揮したりすることができるんで、そういうところでの使い方はまた新しく出てくる可能性はある。うん、こういうのが運枠になってね。うん、運枠とかだったらあまり持ってるやつ多分ほとんどいない気がするしね、うん、あ、光反射ってカレンだけなんだ、重力ワープ少ないね、そう、うん、反射は。てかそうね、貫通も含めてこれだから、うん、かな、まあ重力ワープ、あー、まあオールフォーワンか、うん、便利屋さんですもんね、こいつもハイパー便利屋さんですね、うん、うん、まあ、この辺戦うってなってくるとちょっとパワー負けするかもしれないけど、まあクレパドと相性がいいって時点でね、あのおつこまみたいな感じになりません。ゼレパト、うん、ゼレパトにはなんないんじゃないかな。まあ使おうと思えば使えると思うんですけど、まあ、うん、なら爆発入れてクレパト自分で毒出せばよくねって方の採用の方が多そうですよね。別に自分で負けちゃうからね。そうなんだよね。確かにね。だったら爆発の方がまだ汎用性高いか、うん、高いね。ですね。ならエデンの方がよくねってなりますよね。クレパト連れてってくるってことは多分重力か重力魔法陣とかそういうあれになってるわけじゃないですか。なんでそうですよね。しょうがないですよね、そこはね。まだそうね、はい、まだそうね、まあ全敵特命というだから全員絶対にかけれるっていうのはメリットになってくるかもしれないけど、う
まあ、今後増えるかもしれないしね、うん、あとねそのクレパト以外でドッキュラー持つ、まあ、そうですね、ドッキュラーが、ね、その辺とまた、うん、相性良くなったりする可能性は全然あるから、うん、まあ期待はできそうだし、期待できる本当に、うん、はい、なんで、まあ、そういうの待ちつつ、うん、でも全体としては全然でもいいキャラだと思う、うん、クレストもアリアスも考えて、めちゃくちゃにいいと思います、うん、はい、はい、というわけなんで、まあ、あそこでもね、ゼリフドラグニール、シルマ同士使いましたとか、うん、ここでも強かったとかね、こういう使い方ありましたとか、ぜひありましたら、コメント欄お願いします。よろしくお願いします。で、まあ、でも本当、リジェネームバカにならないですねって人は、うん、ちゃんとよくよろしくお願いします。よろしくお願いします。